丸山少女断層丸山断層は、兵庫県神戸市長田区明泉寺町にある、少女断層。1937年12月21日、神戸丸山少女断層として、国の天然記念物に指定される。六甲山海北部にある、大断層の一部で、1932年、京都大学助教授であった、植地寅次郎により発見される。 規模は256.9平方メートル。この断層の特徴は、発見当時より約1500万年前にできた地層の上に、それよりもずっと古い中世代初期の約1億9000万年前にできたと推測される花崗岩が、と、上げて逆転し重なっている点である。これは、大阪湾の陥没に伴ったと考えられる大きな地殻変動の結果、六甲の基盤を成す。 河口岩が周囲の神戸総群を押しのけ、競り上がってきたためと考えられている。この断層が国の天然記念物に指定されたのは昭和初期当時近畿では存在しないと考えられていた逆断層であり、しかも断層面が低角度の症状断層と呼ばれるものであったことが重視されたからだと言われている。丸山症状断層この症状断層の発見は、 六甲山生因論に大きな影響を与えた。これまでは六甲山の成り立ちは地類説で説明されてきており、定説となっていた。これは六甲山の高い中央部を除いた南北の両側が、陥没して低くなり、北側に落ちて谷町の大地になったのが、現在の美の谷から花山、大池、有馬さらに、生瀬、宝塚に至る低地帯であり、 南側に落ちてできたのが、現在の神戸の市街地であり、ずり落ちずに残った高地が、現在の六甲山であるという考えである。ところが、丸山少女断層の発見により、地類説とは全く逆の、近くにかかる速報からの圧力により、基盤が上向きに竜起し六甲山を形成したのではという正反対の発想がなされ、始めたのだが、 これはまさに天動説に対する地動説のように天と地がひっくり返るような発想の逆転であったため、旧説を唱える人たちの感情的反発により、容易には認められなかった。症状断層の発見後、約20年過ぎて開かれた日本地理学会で行われた野外巡見の際にすら夜を徹するような議論が巻き起こったと伝えられる。講談社日本の天然記念物。 P932 ありがとうございます。